おはようございます、こんばんは、ポルトパラディーザじゃないゴンドリエスナックですね。そちらのメニューが9月5日から新しく変わりましたので、買ってみました。まず一つ目がこちら、アソーテッドスナックじゃなくてアソーテッドスイーツ。何やったっけ、アソーテッドって何やったっけ、寄せ集めたやったっけ、集められたやったっけ。なんかいろんな、あのいろんな種類のスイーツが入ってます。このアイスクリームみたいなやつがバームクーヘンで、この粉が振りかかってるやつ、粉の振りかかってるやつがストロベリーチーズケーキで、この麺みたいなやつ、リトルグリーン麺みたいなやつが紫芋クリーム餅、紫芋のクリームの餅ってなんだよっていう感じです。でもう一つがアップルクリームパイです。これも9月5日から始まったやつです。であともう一つ、ドリンクの方が今回はキャラメルカプチーノにしてみました。これも9月5日から発売というやつで、ゴンドリエスナックのメニューがもうジェラートをなくして一新されたっていう感じですよね。となると、あのジェラトーニの物語はどうなるんだっていうね。なんか昨日アキー君に聞いた話だと、あのジェラートじゃなくてゴボデーを描くんじゃないかとか、これ今日は買ってないんですけど、焼肉ごぼうラップサンドも9月5日から発売になってるんですよね。そういう話もあったりするそうです。では早速いただくんですけど、ちょっとキャラメルマキアートじゃなくてキャラメルカプチーノからいってみたいと思います。これがなんかトッピングが一応公式の画像を載せておきますけども、実際はこんな感じです。なんかちょっともう泡で消えちゃってますけど、キャラメルカプチーノよく混ぜてお飲みくださいって言うんですけど、これもすでに砂糖入ってんのかな。とりあえず一旦混ぜて、あんま激甘、もう邪魔いわ、これ砂糖いらんわ。僕ちょっとあの砂糖取ってきちゃったんですけど、砂糖いらんわ、これは甘い。なんやろ、キャラメルやからかな。じゃあまずはアソーテッドスイーツからいってみたいと思いますが、このあのもう一つ気をつけなあかんのが、キャラメルカプチーノあの結構あのベタベタしてますコップがベタベタしてるから、ちょっと手がベタベタするから気持ち悪いかも。でそれはいいとして、アソーテッドスイーツいきますが、こちらのまずバームクーヘンですね。バームクーヘン上にトッピングというか、なんかタレがかかってますよね。なんか色味からしてかぼちゃっぽくないですか。これ若干僕ババを引いたような気がするんですけど、ちょっと一回ひとかじりしてみたいと思います。うん、かぼちゃではない、芋の風味、さつまいも風味かな、そんな感じがします。上にかかってるタレはチョコレートやと思うんですけど、フレーバーが何かちょっとよくわかんないし、濃厚のさつまいも的な味がしますんで結構美味しいかも。でもう一つが、これがちょっと手づかみちょっと嫌やねんけど、しゃあない。これ買うときフォークいるね。フォークは確かカウンターに置いてあったんで、それもらってきたらいいと思うんですけど、ストロベリーチーズケーキです。ちょっとかじってみます。チーズケーキ、いちご味、しっとり滑らかな味わいで、甘さ控えめなんですけど、この周囲の何やろ、藁みたいなやつが若干舌にまとわりつくっていうか、周りの白いやついらんかもね。何の食感を演出してるのかちょっと分かんないですけど、でその白い粉がちょっと顔についちゃってますけど、リトルグリーン麺ならぬ紫芋クリーム餅、紫なのかクリームなのか餅なのかちょっとはっきりしないやつですけど、まあ、これもちょっと一回かじってみます。三重の構造になってんのね。で外側が餅で、一重目が紫芋で、その中にクリームが入っていると。クリームはおそらくカスタードクリームですね。で味は紫芋そんなに濃くないな、そんなに甘くない。キャラメルカプチーノがクソ甘いあでもちょっとキャラメルカプチーノちょっとちゃんと混ぜたらいいかもね。エスプレッソの苦味が若干出てくるわ、そこの方から。あ美味しい美味しい、これなかなか美味しいどっちやねディスるってたくせに美味しいとか言って。で最後がアップルクリームパイ。これあの写真で見るよりもですね、意外とでかいんですよね。これこのコーヒーカップと比べるとこんな感じで、ちょっと中開けてみますね。
こんな感じでカロリードーンって感じしません？もうバターむっちゃ使ってますって、この行方にも重なったパイ生地バターの結晶ですってみたいなそんな感じがしますけど、でも見た感じ食欲そそる美味しそうな感じしますよね。じゃあまずは一口いってみたいと思います。口の中に広がるバターという名のカロリーのシンフォニー何言うてんねんもうこのサクサク度合いからどれだけバターが使われているかっていうのが分かりますよね。ちょっとまだリンゴに到達してないんで、もう一かじいってみます。うん、これ美味しい。濃厚バター生地の中にあっさりとしたリンゴが入ってます。でこの周りはで今ちょっとムニュって出てきてますけど、カスタードクリームが入ってるんですね。バターで高カロリーで重みのある中にさっぱりとしたリンゴを添えの、最後はカスタードクリームでとどめを刺すという、本当カロリーの総合勝者かな表現がちょっと古いんですけど、そんな感じです。はい、いただきました。ゴンドリエスナックからジェラートが消えたのは、まあ、若干寂しいところもあるんですけども、新しく設定されたメニューが意外と美味しいのでおすすめかと美味しいので一回食べてみたらいいかと思います。というわけでじゃあまた、ハロウィンメニューでお会いしましょう。バイナラー。Thank you.